バトラー軍はアメリカ合衆国カンザス州の南部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は65,880人であり、2000年の59,482人から10.8%増加した。軍庁所在地はエルドラード市であり、同軍で人口最大の都市でもある。バトラー軍はハーベイ軍、セジウィック軍、サムナー軍と共に、 ウィチタ大都市圏を構成している。バトラー軍は、サウスカロライナ州、選出アメリカ合衆国上院議員を務めた、アンドリュー・ピケンズ・バトラーにちなんで名付けられた。バトラーは1854年のカンザス・ネブラス・カホを起草した一人であり、カンザスを奴隷州にすることを強く主張していた。1877年、フローレンス・エルドラードオルナット・バレー、鉄道会社が、 フローレンスからエルドラードまでの支線を建設し、1881年にはダグラスまで、さらに後にはアーカンザスシティまで延伸した。この線はアッチソンとピカーンド、サンタフェ鉄道に対応、運行された。フローレンスからエルドラードまでの区間は1942年に廃線になった。当初、敷設された線はフローレンス、バーンズ、ドグラフ、エルドラード、オーガスタ。 ダグラス、ロック、アクロン、ウィンフィールド、アーカンザスシティを繋いでいた。1887年、シカゴ・カンザス・ネブラスカ鉄道は、ヘリントンからコールドウェルに至る南北方向の支線を建設した。この支線は、ヘリントンからロストスプリングス、リンカーンビル、アンテロープ、マリオン、オールン、ピーボディ、エルビング、ホワイトウォーター、ファーリー、ケチ、ビチタ、ペック、 コービン、ウェリントンとコールドウェルを結んだ。1893年までにこの支線はテキサス州、ポートアースまで順に延伸された。この線はオークトと呼ばれた。シカゴ・カンザス・ネブラスカ鉄道は1891年に倒産し、シカゴ・ロック・アイランド・ンド・パシフィック鉄道に買収された。さらにこの会社は一世紀後の1980年に閉鎖され、 オクラホマ・カンザス・テキサス鉄道に再編され、1988年にはミズーリー・パシフィック鉄道と合併し、1997年にはユニオン・パシフィック鉄道と合併した。地元の人はこの線をロックアイランドと呼んでいる。2010年、キーストーン・クッシング・パイプラインのフェーズ2がバトラー群を南北に貫通して建設された。このパイプラインは、ポトーイン、 トワンダ、オーガスタ、ダグラスの近くを通っており、免税に関すること、及び漏洩があった場合の環境問題について、大きな議論を呼んだ。バーンズと名付けられたポンプ場が、ポトウィンの北2マイルに建設され、新しく高圧送電線から分離した、電力供給線がドグラフの東0.3マイルに、敷設された。マクファーソン軍はアルコールを禁じる、すなわち、ドライの軍だったが、 1986年にカンザス州憲法が修正され、住民は投票で個人がたしなむアルコール飲料の販売を承認した。ただし、食料販売量の30%までという制限がついた。カンザス州の大半の軍と同様に、バトラー軍は共和党の格好たる地盤である。2008年の選挙では、共和党候補のジョン・マケインが2対1に近い大差で、 バラク・オバマを破った。少なくとも1992年以降、民主党候補者で軍相当票数の40%以上を獲得した者はいない。バトラー軍を制した最後の民主党候補者は1976年のジミー・カーアッターである。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は1446.42平方マイルであり、 この内陸地は1427.85平方マイル、水域は18.57平方マイルで、水域率は1.28%である。出展、ナショナルアトラス、US センサスビューロー人口ピラミッド以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。バトラー軍は29の軍区に分けられている。オーガスタ氏とエルドラード氏は政治的に独立とみなされ、 下記軍区の数字からは外されている。下表で人口中心は最大都市であり、特に大きな数字でなければ軍区の人口に含まれるものである。ありがとうございます。